えー、皆様は本日お集まりいただきありがとうございます、えー、時間の許す限り皆さんの質問に答えながらこう楽しい引退会見できたらいいなと思いますのでよろしくお願いいたしますありがとうございますそれでは座らせていただきましてご本人から現役引退に対する思いについてお話しいただきますよろしくお願いしますはい えー、私入江洋介は、えー、引退を決意させていただきました、えー、本当に長く競技生活を送ることができて本当に心から幸せだったなと感じました本当にここまでできたのは本当にたくさんの方々のこうサポートをいただいて本当に、うん、自分自身の力ではここまで来ることができなかったので本当に改めて感謝したいなと思います。えー 幼少,幼少期から水泳を始めて2006年、高校2年生の時に初めて日本代表に入ってから、えー、昨年までの18年間日本代表として戦うことができて本当に幸せでした僕自身の振り返ると人生の半分以上が日本代表として過ごす日々で自分のもう家というか家族というか日本代表というのはそういう場所でありそういう人たちの中で自分自身がたくさん成長できたなと思っています。 うんまあ、パリオリンピックという夢は叶えることができなかったんですけども自分自身ここまでチャレンジすることができまた、個人的にはやはりパリの地で引退したかったなという気持ちは強かったんですけども自分自身最後の引退レースをこう東京の地で日本の地でたくさんの人の目の前で最後泳ぎきることができたのがすごく何より幸せな 瞬間でしたちょっとね、本当に何を言うか、いろいろ臨んでしまっている部分はあるんですけれども、本当にここまで長く続けてこれたのは、皆さんのおかげだと思うので、これから先の人生がまた輝けるように、頑張っていきたいと思います入江さんを語る上でね、あのずっと、まあ、初代表の頃からね、そばにいた北島さんの存在。まあ あの弱気になった時もも、ね、常に知った激励とかありましたし、まあえー、と北島さん引退後はもう本当に競泳会のリーダーとして、ね、入江さんがまあ引っ張ってきたわけですけど改めて北島さんの存在、まあ、そこからなんかこう受け継いだもの教えてください、はい、やはり自分自身が初代表から北島康介さんがいらっしゃってもうその時にはもうアテネオリンピックで2冠されているような状況で本当に雲の上のような存在でした。自分自分身もいいつか金メダルを取りたい 取れるというな気持ちにさせてもらったのは北島康介さんがこう近くにいてくださったからだと思いますし僕自身メドレーリレーを一緒に組めてメダルを取ることができてすごく嬉しかったですし康介さんのいろんな思いも後輩たちに伝えていかなければいけないという気持ちを持って自分自身は代表として過ごしていたんですけどもまあそれができたかできなかったかわからないですけどもまあ自分自身東京オリンピックのキャプテンであったりとか昨年の世界水泳でもキャプテンを任されて 後輩たちに何か伝えられたかどうかわからないですけどもそうやってあのチームを引っ張ることができた経験というのは自分自身すごく嬉しいですし、まあ、そういったのが自分が見てきた先輩たちがそういうふうにチームを引っ張っていた姿を見て自分もそういったリーダーキャプテンにやっていきたいという気持ちにさせてもらえたのかなと思いますでは、ここで入江選手には内緒だったのですが急遽駆けつけてくださったゲストがいらっしゃいます。 早速お呼びいたしましょう。はい、どこから出るかわかりません。どこからいらっしゃるかわかりません。それでは、お呼びいたしましょう。スペシャルゲスト、この方です。 北島康介さんがお越しくださいました。 チャンネルもすごいですよね。今からお二人にマイクをお持ちいたしますね。ありがとうございます。まず、あ、は北島さん、はい、からぜひメッセージを。北島です。えー、まあ良介って呼ばせていただきますけど、本当に長い間あの競技生活ご苦労さまでした。あのさっきこの会見ちょっと裏でずっと聞いてまして、気持ちわかる。<laughs> 本当に。<laughs> あの僕も8年前に引退して同い年だもんね、その時ね、引退した年がね、だから、えー、凌介の、まあ、苦労であったりとか、えー、もうそういうところを本当に、まあ、僕、引退してから遠くからあの見させてもらって、あのまあ、最後の、ね、レースも、えー、現場でしっかり見させていただきましたし、あのまあ、本当に長い付き合いなんで、まあ、この場ですべてを語るのはやっぱりすごい難しいと。 思うんですけれども、えー、先ほど話にもあったんですけど2008年の、ね、オリンピックの時に同部屋であの時はですね本当にこう僕も金メダルを取りに行くっていう,こう緊張感の中凌介にもうちょっと気楽にこう生活させてあげたかったなっていう心残りとあの時、ね、もう初でもう緊張して。 中でなんかこう逆に僕がプレッシャーをこう与えてしまったんじゃないかなっていうのは一つ、今振り返ると心残りで、とはいってもまあリレーでもね一緒にあの組ませてもらって、ロンドンの時なんかは凌介頼みでね自分が女子アルイなんか、本当引っ張っててくれましたし、僕が引退したともやはり日本代表っていうやっぱり本当中心的存在で,で、後輩。 出会ったりとかコ、えーチ陣、まあ、もそうなんですけどもまとめて本当に日本をけん、まあ、引してくれたっていう本当に心強い後輩として、まあ、僕が引退したとも陰ながら応援させていただきました、本当にあの自分の競技人生をなかなかプレイバックするの今日だけじゃ難しいと思うんで本当に長い時間かけてあのゆっくりあの自分の競技人生どうだったかなっていうのを振り返ってもらえればなと思います。 どううですす。かありがとうございますちょっとびっくりしちゃって <laughs> びっくりの涙いや昨日 LINE したのに帰ってこないなと思って<笑><笑>思ってたんですよ、ちょうどまさか来ていただけるなんて正直全然思ってなかったですし、はい、<れ>直接言いたかったからあ,ありがとうございます、はい、それが一番嬉しいです北京オリンピックの時、同じ部屋でだったんですけども、まあ、すごく緊張もしたんですけども,もう今、振り返ると本当にありがたい英才教育を受けたなっていう競泳 <laughs> 日本代表の英才教育を受けて。はい 育ったんだな自分はと思って浩介さんや小竹さんともたくさん同じ部屋をさせていただいたりして、ねうん、こうやって今日まで競泳界を引っ張ってこれたのもお二人の影響がすごくあるので、えー、すごく,すごくなんか思い出に残っていて今思うとすすごいありがたいいなって思ってますいやもうこれからですね本当にあの、まあ、先ほども話してましたけど日本のスポーツ界であったり水泳界をこうやっぱり ね、こう応援する立場としてやっぱりまだまだ引っ張っていけると僕は思ってますしあの、まあ、まさに、本当についこの間までねあの現役で一生懸命やってましたんで、えー、今年、またオリンピックありますけども本当に選手たちに温かい声援を送っていただけたらなと思います。もうこ,こからが長いので はいろいろアドバイスをいただきながら、ね、<laughs> ちょっとゴルフも連れていっていただければそうねやりめちゃくちゃうまいからみんな引いてましたよ、周りの人もなんか <laughs> そ,うあそういうなんか水泳を離れてから持てる自分の時間っていうというのもねすごいたくさんあると思いますし、あのー、凌介なんかも食事も大好きですしね、あのー、本当に自分の時間にいいっぱいあの自分に対してたくさん時間を使ってあげてほしいなっていうのとやっぱり本当 競泳競技って本当張り詰めてるし本当に大変な競技だと僕も、ね、改めて思うしやっぱり凌介が遠くにいてもなかなか声かけづらいなとかやっぱり本当に記録で勝負しているやっぱ水泳選手っていうのは改めて本当にすごいなって、ね、今回の,あのレース見て思いましたけれどもこれからですねゆっくりあのやりたいこと多分たくさんあると思うんでちょっとずつ。 やって、まあ、その手助けが僕またできたらいいなと思いますんで。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。はいはい、改めて、入江、はい、さんから北島さんにお言葉ありましたら。いや、もう本当にここまで自分が続けられたのも、北島さんのこの影響というか。力があってそんなこと。そんなことない。自分自身の気持ちがったり <laughs> 僕なんか。も真面目だから。本当に。僕なんか手抜くのが上手だったんですけど。<laughs> 本当にジュニアの時から、もう。 科目にずっときつい練習をずっとやり,やり続けるやっぱり凌介を見て俺、見習わなきゃなってやっぱり思ってましたしでも、そういうふうになれないんだよなって思いながらもやっぱりずっとそれをこう後輩たちにこう見,す見続けさせられるところ、うん、もう最後の最後までそれをやり通せたっていうのは僕は本当に後輩ですけどやっぱ尊敬できますし、うん、もうすみません、しゃべっちゃって本当にごめんなさいいいいはははごめんなさい。 嬉しいです僕、いっぱい喋ったんですゴルフはいつ行きますかね、お二人でまだ全然練習もしてないんでちょっと練習してからまたちょっと、ねね、うまくなってからちょっとそれ違ったスポーツにチャレンジするのもいいですね、すねはい、やりたいのでいろいろ今までやっぱ怪我のリスクとかがあったので松田さんなんかトライアスロンやったりしてますからね。<laughs> そんなにまだおぎたいかと確かにまだそんなにきついことをやりたいけしさんも萩野もそうですし僕もフルマラソンにチャレンジしたくていつかいつか夢というか達成というか次の目標を持ってちょっとと生きてこうかな直近の相談事としては泳ぐ場所がないということもあるそうですが入江さんが。 いや、どこでも動かしてくれるでしょう <laughs> うでね近場にいないって感じ、はい、今まで本当に近くにね、あったんですけどいや、もう秋とまた行ったらいつでも泳がしてもらえますねいろいろもう、スイミングスクールがたくさん持ってるので、はいはい、ちょっと、フラット行きたいと思います泳ぎたいんだ、まだいや、正直今はいいかなと思うんですけど <laughs> ちょっと、たまには泳ぐほうがいいのかなっていうはい。そうですね、はい ありがとうございました。はい、北島さんならではのね、あのう、いさんの表情をたくさん引き出していただきまして、ありがとうございます、はいはい。どうもありがとうございました。お邪魔いたしました。はい。本当にお疲れ様でした。はい。